8月2日、西東京教会主日礼拝。聖書の箇所は、ペトロの手紙1、第4章、1節2節。賛美歌は482番です。主は恵み深く慈しみは残し、主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが御手を持って私どもの体も心も守り支え導いていてくださいますことを感謝いたします。不順な天候の中であなたに守られ、あなたを礼拝することができますことを感謝いたします。一時よりもさらにコロナによる感染者の数が増え、なおここに共に集うことができないようですが、しかし御霊の助けによって一つの御言葉に耳を傾け、一つの思いになってあなたを礼拝することができますことを感謝いたします。この教会に連なるすべてのものをあなたが支えてください。またこの教会の教会員でなくても、今この礼拝を共にしている者の上に御霊の導きを豊かに注いでください。あなたの恵みに生かされているのに、古い自分の在り方に戻ってしまいそうになる、その過ちを悔い改め、もうすでに私たちはあなたの恵みの中に生かされていると、あなたのもとに立ち返ることができますように。今この時厳しい戦いの中にある一人一人をあなたが支え導いてください。
すべての教会をあなたが祝福してください。また伝道者を送り出すために仕えている学校の上にもあなたが豊かに御霊の恵みを注いでください。夏の季節の時とかは戦いのあったことを思い起こします。しかしそれはただ過去のことではなく、今もまた世界中に争いがあることを思います。私もが悔い改めの思いを持ってこの時代のために祈り続けることができますように。戦いのために命を奪われた者のことを覚え続けることができますように。あなたがこの礼拝と共にいてくださいますことを感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みます。聖書は新約聖書ペテロの手紙1第4章1節2節、新約聖書新共同訳聖書で432ページになります。それでは読みます。ペテロの手紙1第4章1節2節、キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。それはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って、肉における残りの生涯を生きるようになるためです。今ご一緒に耳を傾けたペテロの手紙第4章1節に、キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、そう告げられています。主イエスキリストが苦しんでくださった、それは何のための苦しみだったかというと、罪を犯し罪に支配されていた私どもを救い出し、神の民、神の子としてください。私どもが皆神の御元に立ち返ることができるようにするために、主イエスキリストが苦しみを受けてくださった。その苦しみはお生まれになってから死に至るまでの苦しみであり、そして何よりも十字架におつきになられるという苦しみでありました。主イエスキリストがそのように苦しみをお受けくださったことによって、私もは神のために神の子として取り戻され、神の御元に戻り神の国に入るものとされたのであります。その私たちを、また全てのものを神の国に招き返そうとする神様の御業の成就に向かって、なおそれを邪魔しようとする力との戦いがあります。私どもは主の苦しみによって神の民として取り戻されたものとして、その戦いを主と共に戦う兵士とされているんです。先ほど読んだ4章1節後半にはこう書かれています。ですからあなた方も同じ心構えで武装しなさい。主イエスキリストが苦しみを担ってくださった、そのことと同じような心構えで戦いの装いをするように、そう進められるんです。そしてこう言います。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者なのです。
主イエスキリストが十字架の苦しみを担ってくださって、ご自分の命を持って私たちと罪とのつながりを断ち切ってくださった、私たちを支配していた罪の支配を断ち切ってくださった、その恵みの中で私ども自ら言い表す、私たちはもう罪とは関係ない、罪の支配の中には置かれていない、もう主イエスキリストのもの、神様のものとされたものです、そのように言い表すものとされているのです。そして2節にはこう告げられています。それはもはや人間の欲望にではなく神の御心に従って肉における残りの生涯を生きるようになるためなのです。私もキリスト者は自分たちはこれまではもう肉の欲望に従って生きる、周りの人の意見に従って生きる、自分について諦めながら生きる、そのようにしてしか生きることができなかったのに、今は主イエスキリストの恵みによってもう自分たちは人間の欲望に従って生きる存在じゃなくて、神様の御心に従って生きる存在に変えられている。肉における残りの生涯、自分に与えられているこの地上での残りの生涯、これはもう罪に支配されて、罪が与えるような欲望に従って生きるのではなくて、神様の御心に従い、主イエスキリストと共に御国が近づくように、御国がなるように、そのことを願いながら生きる存在に変えられている、そのような神の民として残りの生涯を生きるようにされている、それが私どもに与えられている恵みであり望みであります。残りの肉における生涯が何年あるのか、人によっては何十年あるのか、それは分かりません。しかし私も全てにとってこの肉における残りの生涯が終わるのではないんです。そうではなくて、この残りの生涯の先にさらに神の民、神の子として神の国に生きる、その生涯が約束されているのです。そしてその神の国の成就というものが近づいている、そのことを楽しみにしながら今与えられている肉における残りの生涯を精一杯神の御心に従って歩むことができる、そこに私どもの誇り、希望、喜びがあります。皆さんと共に主イエスキリストが苦しんでくださって与えてくださったこの神の民としての望みと誇りに満ちた歩みを作っていくことができますことを感謝いたします。肉における残りの生涯を終えるタイミングはそれぞれ違うのかもしれません。でも等しく同じこの主にあって、主と共に一つの武装をして戦いながら歩むことが与えられていることを感謝します。その恵みと喜びを分け合いながらこの主の日から歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主がいてくださらなければ今も罪に支配する、滅びに至る歩みしかできない私のでした。肉の歩みが終わったらば、そこに待っているのは裁きと滅びでしかなかったのです。しかし今や私どもはこの肉の歩みが終わった時に
神の民として神の子として神の国に生きる、その望みを与えられています。その約束を与えられているのです。そして肉の歩みの終わりに向かってどうせダメだと諦めながら生きるのではなく、精一杯あなたの御心に従って生き、そして弱い私の歩みを通しても神の国が近づくことに仕えることができる、主と共に戦うことができる、その望みを持ってこの地上の歩みを歩み抜くことを与えられています。そのような歩みを仲間たちと共に歩むことができますことを感謝します。お互いに祈り合いながら、励まし合いながら、主と等しい分を身につけながら戦いつつ歩んでいくことができますように。あなたの恵みの御言葉に感謝し、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌482番を賛美します。聖霊の交わりがあなた方一同と共にある。